野村古道作。銭形平時、鳥物控え。三つの詩。発端編。一。おはよう、親分。なんだ、八か。今日あたりはお前の大変が舞い込みそうな陽気だと思ったよ。巧妙に生叩けえのはただごとじゃねえ。岩木戸の上から覗く八五郎の長い矢後を見つけて。 平次は座ったまま声をかけました。松が取れたばかりのある日。自信と間違えちゃいけません。本郷一丁目の浅井源流。親分もご存知でしょう流行り医者だな。ちょいといい男の坊主頭で、木八条に黒ちりめんがよく似合う。そのいい男の本堂の家で、評判娘のお玉というのが殺されたんで。殺された背中を脇出しで一突き。 自分の手じゃあのゲートはできません。よし、行ってみよう。平次はすぐ飛び出しました。本号一丁目は、まさご町の木三郎の縄張りですが、若くて力押しの木三郎に任せておくにしては、事件があまりにも重大らしい予感があったのです。親分はあのしょの手にかかったことがありますかみちみち八五郎は平次に話しかけました。 ありがたいことに、ろくな風邪もひかないよ。もっとも、万一わずらったとしても、俺は流行り医者は嫌いだよ。親父の源流は膝なら、殺された娘は評判ものでしたよ。気軽で愛嬌があって、色っぽくて。十六や七で、色っぽい娘も好きになれないよ。もっとも、殺されたとあっちゃかわいそうだが。そんな話をしているうちに、二人は本郷一丁目の浅い源流の裏口から、 内玄関にかかっておりました。その頃の浅井源流は、全く日の出の勢いの流行り医者で、一階の町医者ながら、近く上様のお脈も取ることになったという噂も立っております。言うまでもなく、召されて将軍の脈を取るのは、町医者の最上の栄誉で、御殿医は表向き、民間の診療ができなかったのですから、浅井源流は、まさに、 名声不義ともに兼ね備わった安林の福人とも言えるのでした。先代は浅い原作と言って、これも江戸中に聞こえた名医でした。少しく変人で名声を好まず、本郷一丁目に堂々たる大玄関を張りながら、貧乏人相手に一生を過ごしたと言っても良い人です。今の源流はその婿養子で、先代に勝ると言われた人気でした。少なくとも、 男っぷりも弁公も、養父の原作の、そやで見解なのとは、比較にならぬほどの文化人だったのです。うや、ゼニガの、とんだご苦労だったね。今度はウ分の知恵を拝借するほどのこともなさそうだぜ。下手人の当たりはついたつもりだ。マサ町の木三郎は、当時まんまんたる顔で平次を迎えました。 兵士より少し年上の三十五六。負けん気で練り固めた正直者といった感じの男です。そうか、それはいい塩梅だ。高額のため一通り見せてもらおうか。いいと思うこう来るがいい。正子町の木三郎は若者顔に先に立ちます。玄関の広大さに比べて、中はさして住みよさそうには見られませんが、さすがに流行り医者らしく。 すべてのちょうどは贅沢でギラギラして、金がかかっている割には、品の悪さを救う余地はありません。この騒ぎで家業はさすがに休み、玄関は重々しく閉ざしたままで、薄暗い廊下を少し行くと、これは親分衆、とんだご苦労で。主人の浅い源流は、襟巻きを取って坊主頭を撫でながら近づいてきました。まだ四十前後の医者としては、 年配の白は足りませんが、おもながの鼻の高い、歌舞伎役者のようないい男ぶりです。一人娘が殺された、悲嘆のどん底にいても、人の顔さえ見れば愛嬌笑いを忘れないといった、この上もない女いなさが、腕にも名声にもかかわらず、世間の一部から反感を持たれている原因でもあるでしょう。娘を玉が殺されたのは、 建物の横に突き出した四畳半で、南に三尺の縁側があって、雨戸は厳重に閉まっており、両側に一間の腰の低い格子窓、佐古屋の生暖かさで若い娘らしく伸ばせたものか、そこはまだ雨戸が閉めずにあったということです。娘の死骸はその窓の下に転がっていたのを、悲鳴に驚いて飛んできた母親の時男が見つけたということでした。 二。殺された娘、お玉の死体は、隣の六畳に移され、母親の時よと、その儀米で、お玉には、叔母にあたるおちかが、涙ながらに死に装束の世話をしておりました。ねえ、親分。悲嘆に暮れているわ。二人とも大した年話でしょうどっちも昔は、義長の踊り子だったそうで。 八五郎は廊下に立っている平治の耳に囁ささきます。お玉の死に顔に最後の化粧をさせて、妙げな合わせに着替えさせ、頬を撫でたり、襟を直したり、髪をかき上げたりしている二人の年間女。娘の死の装いに四年もなく浸り切って、悲しみの底に沈まり返っていた二人の女が、世にも優れて美しいのに、銭形平次も驚きの目を見張りました。 母親の時代は三十四を、もう一つ二つ年をとっているかもわかりませんが、青白く透き通った細表で、少し病的な感じではあるにしても、ローランさんの描く、いやいや、後の世の浮世絵師、北川歌丸が古今の傑作、聖狼十二時に写した、肉の倦体と歓喜の哀愁を、しみじみと噛みしめた、美しい遊女のような、それは計り知られぬ。 魅力の持ち主でもあったのです。青い地味な合わせがよく似合って、思い出したように、娘の冷たい死に顔とほうずりする、痛々しい嘆きを見せられて、平次は一歩部屋の中に入った足を止めたほどでした。その妹のオちかこれはカリの社会のいわゆる妹で、時おと血のつながりがあるわけではありません。身請けをしてくれた旦那に死なれて、 少しばかりの家財と共に、昔のアレブンの時を頼って、この家へ転げ込んだという女です。が、その美しさは時をに劣らず、まさに抜群でした。三十そこそこの若さのせいもあるでしょう。丸々と太った色白の愛嬌物で、時をに比べると、遥かに世俗的で、そして男好きのする、世に言う娼婦型の美女でした。 ゼリ型の親分だよ。浅い源流が声をかけると、二人の女ははっと顔を上げました。分けても、母親の時代の燃える目が、この高明な御用聞きの、やや冷たい顔に釘付けになります。親分さん、見てください。こんな無たらしいことをして。美女の唇は、声のないおえつに歪みます。平次はむくれして、 娘の死骸の前に近づき、片膝を折って、一応の調べにかかりました。母親と叔母の手で、薄化粧させた娘の死に顔は、十分に美しかるべきはずですが、断末魔の苦しみと驚きに歪められて、何かしら不気味なものを叩たたえているのです。十六というにしては、広く産ませて、八五郎の言った色っぽさは完成されないまでも、愛嬌もので、 少し軽薄だったことは事実らしく、十分可愛らしいうちにも、母親の時代のすごいほど洗練された美しさはありません。肌を押し脱がせると、父親、源流の手で包帯したままですが、傷は後ろから一つき、拳上がりに真の像を刺したらしく、手元が狂って傷口がささくれているくせに、間違いもなく娘の命を奪った必要さが容易ならぬ。 相手の気組みを思わせます。お嬢さんを恨む者でもありましたが、ご内儀。平次は悲嘆に溺れた母親の時代に尋ねました。こんな娘を恨む者があるでしょうかでも、母親は何やら割り切れない疑いを胸にたたんでいる様子です。でも、何か心当たりはあるでしょう平次はそれを受けて、片通りの問いを進めます。 さあ、母親時代の態度の煮えきらなさ。縁談をまだ十六になったばかりですもの。時代はそう言いますが、十五六の嫁は一向珍しくなかった頃のことです。平時はしかし、娘の死骸をそばに置いて、大勢の前で聞くことは、この程度を超えてはならぬことを知って、八五郎にそっと目くわせして、もう一度、隣の部屋、 娘が殺された四畳半に帰りました。三。四畳半は窓際半分ほど、凄まじく血に汚れておりますが、それを除けば、若い娘の部屋らしく、小綺麗に整頓されて、タンスも兄弟も、そのそばに据えた小机も、こまごました身の回りの品にも、可愛らしさが溢れます。 窓の敷居は、畳から一尺二寸。そのあたりが一面の地で、格子から障子まで染め、刺した刃物は、最後と部屋の中に放り出してあったと、政子町の木三郎が説明してくれます。取り寄せてみると、どこにでもある平凡なこしらいの脇差しで、仙台の浅い原作が、これを一本腰に決めて、突き袖をして歩いたのを、仙台が死んでからは使い手もなく、 何度のガラクタの中に放り込んであったというのです。十何年の歳月は半々と錆を浮かせておりますが、もともと品が確からしく、切っ先も焼き場も大して傷まず、薄く浮いた錆がかえって寝た場を合わせたように、歯の滑りをとどめるのに役立つかもしれません。押し入れを開けてみると、夜のものもそのまま、酔いのうちの出来事で、まだとこもしかなかったでしょう。 下の段に積んであった小道具の中から、紐のかかった手箱を出して、蓋を払ってみると、中から出てきたのは、男の手紙が12本。そいつは見落とした、誰のだいマサ町の木三郎は、目を光らせて差し除きます。小意きお嬢様へ、新六より、とあるぜ。やっぱりあの野郎だ。昨夜もこの廊下にうろうろしていたのを見たものがあるというから、 あげてやろうと思ったが、ともかく下っ引きに見張らせて、しばらくは勝手に泳がせてあるんだが。木三郎の花はうごめきます。そいつを読ませてくださいよ、親分。工学のためだ。ひょいと出した八五郎の手を、平次は勢いよく払いのけました。馬鹿野郎。人の色踏みなんか読んで面白がっている時じゃねえ。隣には若い娘の死骸があるんだぜ。う、ええ それより家中の者から隣近所の噂を手いっぱいに集めて来い。女妻もあるめえが、金棒引きらしい中年者の,の女と見たら逃すな。心か得かていますよ。足の家の近所には隣のおめかけのへそのごままで勘定をしているものすごい大戸島がいましたよ。どこでそんな探索をしたと聞いたら町内の湯屋で毎日一緒になるんだそうで、あんなのをご用聞きにしたら。 ゼリガタの親分よりすごい腕前になりますね。無駄を言うな、バカ野郎。えついでに、お隣の四畳半にいる、内儀の妹のおちかさんをそっと呼んでくれ。あの女は、目が届きそうだ。やはり、おへそのごまを読む方で。無駄を言いながらガラッパチは、平時に小言を浴びせられる前に、飛んで行ってしまいました。入れ替わりに入ってきたおちかは、苦労と上がりらしく、泣き濡れた顔を直して、 晴れやかな微笑をさえ浮かべております。お仕事さん、いろいろ聞きたいが、ええ、どんなことでも申し上げます。早く玉ちゃんの仇を探してください。葉の娘は本当にかわいそうでなりません。響きの音に応ずるような、いとも爽やかな返事です。踊り子から人に、妻に、それから係り人にと、媚びを売り慣れた味噌地女で、あげっぱなしな表情と、 人を誘い入れるような話ぶりの奥に、妙に油断のならぬものを感じさせる女です。お玉を殺して、誰が一体得をするのだ。そんなものありゃしません。お玉を恨んでいるものは、本当になかったのかあの娘は、そりゃ可愛い娘でしたよ。恨んでいるものなんか、あるわけはないじゃありませんか。離れのご隠居様でさえ、舐めるほど可愛がっていたんですもの。離れのご隠居 先来、玄作様のお連れ合いで、中期で足の悪いお年寄りですが。大脈の新六というのは、お玉と親しかったそうじゃないが、平時は問いを変えました。どっちも若いんですもの、無理はありませんよ。お玉の方が嫌っていたのではないかとんでもない。玉ちゃんの方が熱かったくらいで、新六はそりゃいい男ですよ。私だって、惚れ惚れするくらい。ふふ。昨日、乾き切らない部屋で、 含み笑いするようなお地下です。4。平次はおちかを案内に、大脈の新六の部屋へ行ってみました。店の方に近い六条。そこには諸生兼内弟子で、薬箱持ちを兼ねた、味噌汁男の和助というのと住んでいるそうで、男臭い部屋の中は、イブ席ばかりに取り乱してあり、大脈の新六は、 木三郎の古文に監視されて、神妙に差し控えております。二十五六のさが焼きの青は落とした、これは全くいい男でした。木も物に小倉の袴をつけ、海外宿はしておりますが、浅い源流の大脈にしては、みなりは至って粗末な方で、男ぶりの良さだけが異様に引き立てられるのでした。お前は大脈の新六さんというのだね。はい。 この家には長くいるのが三年ほどになります。夕べお嬢さんが殺された頃、奥の廊下でうろうろしていたそうだが、用事があったのかえは、はい。夜分奥には用事がないはずだと思うが。新六の目は何やら訴えておりますが、口を固く閉じて、この大事な疑いを言いとこうともしません。平次はこれ以上問い詰めても無駄と見たのが、 庭下たを突っかけて外へ出てみました。八五郎もどこへ行ったか姿を見せず、平治の活動が熱を帯びてくるのを見ると、野心的なぶ三郎はそこにじっとしていられなくなったものか、これも前後して姿を隠してしまいました。庭はさして広くはありませんでしたが、その中に叩きの池を作って、げの玉作りが覗いて、聖堂の鶴と亀が置いてあると言った。 とに俗衆ふんぷんたる古寮です。おまが死んでいた四条半の外は、長い間の冬の日照りに乾いて、灰をまいたようになっておりますが、誰の足並みか、美しくほうき目が入って、小鳥の足跡もついてはいず、その上の格子にも何の異常もありません。親分、あつらい向きの大戸島が見つかりましたよ。八五郎が、どこかの物陰から、 ひょいと出てきました。どんなことを聞き出したんだ浅井源流先生の薬箱の中から、かかり人のお地下のへそのを。まだへそのごまに取りつかれているのか。人聞きの悪いシャレだ。まあ、そういったような次第で。一石やるがいい。このあたりで聞こう。南美を受けた羽目に持たれて、平次は八五郎の報告を促しました。浅井源流先生は、先代の、 浅い玄作先生の養子だ。それは知っている。先代は洒落た人で、貧乏人を助けた数だけでも大したものだが、金持ちからは存分の役礼を取ったそうで、この家を建てた他に何千両とも知れぬ金をこしらえ、辞書持ち、家作持ちでも本郷の指折りというから大変じゃありませんか。俺たちとは大変な違いだな。先代の玄作先生が生きているうちに、 うち弟子の源流先生を娘の婿にして、大脈に取り立てた。娘というのはおなおさんといって、これは気の毒なことに、百人並みの武器量。それでも、夫婦仲は悪くなかったというが、先代の源作先生が亡くなってからは、血の道が高じて少し気が変になり、女房の役が務まらないからと、自分から身を知りいて。母親のおじさん、弟の幸吉と三人、 庭先の土蔵を離れに作り直して住んでいる。その後へ、源流先生は、かねて湯島に囲っていた今の苗木の時を入れ、母親のお市、繊細のおなおも承知の上で、改めて女房の披露をした。その時、今の苗木の連れてきたお玉は七つ。誰のこともわからないが、顔立ちが源流先生によく似ているから、源流先生と苗木の時をは、七八年前からのかかり合いだろうと、 これはへそごまの鑑定で。なんだ、そのへそごまってえのは。隣の女将、弟主は芝居ので、四従絡みのちょいとしたチューバーさんだが、いや、その口ときたら、まるで水鉄砲のようなおしゃべりだ。それからどうした先の内儀のおなおさんは、半病人で気が少し変と来てる上、母親のお市あさんは、六十近くなって、中家のキで、足が不自由だ。お市あさんの末の子、 つまり、亡くなった原作先生の末子で、おなおさんの弟の幸吉は、重詞になったばかり。これは、母屋の方に爪切りで、げんで薬をこしらえる仕事から使い走り、奉公人のように働いている。先代の子なんだから、かわいそうでもあるが、この小僧は恐ろしく利発で、いたずらっ子で手のつけようはない。その小僧は、昨夜お玉が殺された時、この家にいたのかな。まだ酔いのうちで、 店で夜源を使っていたそうですよ。離れ帰るのは毎晩五つ、八時、すぎになるそうで、お玉が殺されたのは六半、七時、でしょういや、そのこそ怪しいというわけではない。そんな理髪な子なら、何か見ているかもしれないと思ったのだよ。五。平時の足は 自然にその離れに向かいました。土蔵を直した間に合わせの離れといっても、十年近いサビがついて、思いのほかそれは墨よげになっております。中の暗いのは、なんとなく陰惨な感じを与えますが、平時と八頃を迎えた老女の、たしなみ深い明るい姿は、その潜入感をすっかり払いのけてくれます。ゼリ型の親分さん。 ご苦労で。折り鏡の美しい五十五六の老女は敷居際に両手をつきました。色の白い、いかにも品の良い老女で、清らかな目には若さと聡明さが残っておりますが、気の毒なことに軽い中気にやられて、右足が不自由らしく、ずるりずるりと引きずって歩くのが痛々しい姿です。不自由なことはありませんか、ご隠居さん。 平時の目は、この清潔な路上をいたわります。もう慣れてしまいました。十年近く過ごしてきましたので。源流先生は、体操をよくしてくれます。月々の手当ももったいないほどで、娘とこの年寄りでは、一両のお金が賄いかれません。どうして思うように一緒にはいないのですそれでは、娘がかわいそうでございます。気が変になったと申しても、 何かれと見聞きしては良いことばかりはございません。それは最も至極な心遣いでした。で、そのご病人は休んだきりで、かわいそうに去年あたりからは外へも出られない容態でございます。お玉さんが殺されたそうで、親分さん方に何かのお疑念が残ってはいけません。むさ苦しい姿ですが、一目ご覧くださいますように。老女はそう言って、 暗い土蔵の片隅に立てた二枚屏風を押しやるのです。その中には粗末ながら小綺麗な布団を敷いて中年の女が寝ております。明かりを恐れるように向こうを見つめたまま振り向こうともしませんが、青白い方から骨張った肩のあたり、この世のものとも思えぬ浅ましさが平時の干渉をそそらずにはおりません。それは死にまで講じたヒステリーの 凄まじくも痛ましい姿でしょう。二人は顔を背けて逃げ出す他はなかったのです。平次はもう一度家の外を一回りして裏木戸のところへ出てくると木戸を境にして何やら激しく言い争っている声が聞こえます。そんなバカなことがあるもんか。新六さんが下手人だなんてとんでもねえことだ。それは十四五の少し柄の小さい 可愛らしい少年でした。演州島の合わせ、前垂れを巻いて、海外しい肩だすき。色の白さも、目鼻立ちの聡明さも、なんとなく、離れの老女、お一に似ております。あれは、お市のせがれの高吉ですよ。十四とか五とか言うけれど、小柄だから十二三にしか見えませんね。八五郎が囁きます。何をこの木三郎のすることに、誰が文句を言うんだ証拠があればこそ。 どう打って立てるんじゃないか尻に卵の殻のくっついているような小僧の刺し図なんか受けてたまるものかそれは正子町のギザブロの声でした。平次と八五郎は気まずい思いをするよりはといった遠慮で慌てて建物の袖に姿を隠します。人間が卵から生まれると思っているから親分も甘えものだ。そんなことは本僧学にもねえことだよ。 なんだとともかくも、新六さんを縛っていくと、親分の引っ込みがつかなくなるぜ。悪いことを言わねえから、その証拠というものを言ってみねえ。おいら、縦板に水で溶いてみせるから。言ってなぞ、小僧。高吉の生意気なのが尺に触った様子で、木三郎、大人げなくも、薬きとなってしまったのです。その代わり言いとけなかったら、おいらも一緒に縛られて行ってあげようよ。一人生けとるよりは、 二人行けたる方が手柄になるぜ。嫌がったな、小僧。昨夜お玉さんが殺された時、この男が廊下でうろうろしていたのは何のためだマサゴ町の木三郎は少しいたけ高になります。この第一問で小僧を取りひしぐつもりでしょう。六。ねえ。 まさ親分親分は色をしたことがあるかえなんだどこぞ相引きってのを知ってるかってんだそんな怖い子をするようじゃ相引きの味は知るまいが新六さんはいい男だから毎晩人目を忍んでお玉さんと相引きしていたんだよ驚いたろ親分おたまさんはたった16歳この足より2つしか年上じゃねえがこれから新六さんと親しくなって 近頃毎晩の愛引きだよ。親は雨えから何にも知らねえが、おちかさんくらいは知っているだろうよ。聞いてみねえ。あの人は元、色町にいた人だから。ぶ三郎は苦い顔をしました。重視の小僧に、思いもよらぬ世界を覗かされたのです。ところ、どう間違ったって、新六さんは、お玉さんを殺すわけはないじゃないか。先生も新六さんを可愛がってたから、ゆくゆくは。 おたまさんと一緒にする気だったかもしれないし、何が不足でおたまさんを殺すんだおたまさんが新六に挨拶尽しでもしたら何とする木三郎は最後の線に踏みとどまりました。昨日も店の薄暗いところでそっと手紙を渡していたよ。行ってみねえ、新六さんの氷の中にはおたまさんの甘ったるい手紙が二三十本と入っているから。本当かまだあるよ。 お玉さんの傷を親分も見たことだろうが、あれは下から突き上げているんだぜ。医者の心得がないからそう言ってもわかるまいが、脇差しは火の像の下から入って真の像を破っているんだ。真の像を突かなきゃ、あんな具合に物も言わずに死ぬものじゃねえ。木三郎も黙ってしまいました。小僧、高吉の説明はいかにも理に積んでおります。いいか、親分。お玉さんは、 しごきだけになって、新六さんを待っていたんだ。そこへ下手人が入ってきて、後ろから声をかけて油断させながら、しごきの上のあたりから、拳上がりについた。お玉さんより背の低いものが、出なきゃ座っていて突き上げたわけだ。座ってて突き上げると、帰り血を浴びて大変なことになるぜ。刀は抜いて捨てたんだから、真の像を破って、帰り血が傷口から吹き出さないわけはねえ。廊下でうろうろしている新六さんは、 みんなの前に姿をさらしたが、帰り地なんか一つも浴びちゃいなかったよ。嘘だと思うなら、新六さんの着物を一枚一枚調べてみねえ。こうまで切迫されると、マ子町の木三郎の強引でも、新六を縛っていく筋が立ちません。よし、お前の言うことにも道りはある。しばらく新六の名は許してやろう。その代わり、変なことをしちゃならねえよ。逃げ隠れすると、 その場で縛られるものと思え。喜三郎は、大下打ちをしながら、新六の縄を解いてやりました。新六さん、よかったね。ありがとう、小きさん。私はどうなることかと思ったが。大きいのと小さいのが、仲良く家の中へ入っていくのを見送って、政子町の喜三郎も、いまいましそうに立ち去ってしまいました。驚いたね、親分。 その後ろ姿の消えるのを合図のように、八五郎は乗り出します。利口な小僧だな。あんまりマさすぎて憎らしくはあるが、あのくらいの年頃だから、若い男と女の合いびきを食いつくような一生懸命さで見張っているんだね。と、平次もはなはだ当てられた君です。どうかしたら、下手人はあの小僧じゃないでしょうか。木場の公衆屋の主人殺しの時、下手人のコンソメが、 疑いををせられたた人をみんなすけたためしもああることはありますが。いや、そんなことはあるまいよ。ゆうべ、陸奥藩には、あの小僧は店で薬をこしらえていた。白木うの根かなんかをげんで刻んでいるのを、二三人の者は聞いている。そうでしょうか。げんだけ音をさせて、自分は抜け出して技をするという手はありませんかいや、それより俺は、今朝庭を吐いたのが誰だか知りたい。 そんなことならわけはありませんよ。ちょいと聞いてきましょう。かけていった八五郎は、まもなく帰ってきました。庭を履くのは、いつも諸生のマスケの仕事ですが、今朝はお玉が殺された騒ぎで手は回らず、下女のお金と隠居の一が吐いてくれたということでした。これはしかし、事件のほんの発端に過ぎません。続いて起こる第、第二、第三の生産時の裏には、 果たしてどんな謎が潜んでいるでしょうか発展編18さっきから勘定をしているとお前はもう7つ半もあくびをしたぜへっ <laughs> あくびも出ますよ容器はいいし御用は暇だし銭はなしとくるだろう銭形平次と八五郎は縁側に乗り出して春の日を浴びながら 相変わらずの調子で話を運んでおりました。ご用といえば、本郷一丁目の浅井源流の娘を殺した下手人はどういうことになったでしょうあれから一月も経つか、一個目鼻がつかないようだな。下手人も政子町の喜三郎も、今頃はあくびでもしているだろうよ。平次は妙に諦めた口ぶりでした。一つは政子町の喜三郎の向こうを張って、厄介な事件に巻き込まれる鬱陶しさが嫌だったのでしょう。 江戸の空は浅ぎ色にくんじて、かぐわしい美風が、まったくあくびを誘いそうな日よりです。銭形平次はこんな日、うのめたかのめで、江戸中の事件をあさって歩くような肌合いではなく、精一杯の武将を決めて、タバコの煙の曲芸に浮き身をやつしながら、八五郎の持ってくる余儀ない事件だけを待っているのでした。その八五郎が、近頃は大しけ続きで、猫の子の喧嘩にもありつきません。が、 この日は、思わぬ人が思わぬ事件を持ち込んで、平治の安入と八五郎のあくびを一遍に吹き飛ばしてしまいました。マサゴチョウの木三郎親分が、平治の女房おしいが取り継いだのが、この事件のきっかけでした。マサゴチ何か、まあ入ってくれ。一丁目のお一緒のところで、また何か厄介なことでも起こったのがええ、平治はキセルを放り出して、入り口に出て行きます。今度は、 源流先生の内義の時京さんが殺されたんだ。そうねいが、ちょいと行って見てやってくれないか。入り口に突っ立ったまま、喜三郎の調子は火のつくようです。おそらく、一ヶ月前の娘のお玉殺しが、まだ拉致が開かないので。強気の喜三郎も、すっかり自尊心を失ったのでしょう。なるほど、そいつは大変だ。すぐ行ってみよう。話は歩きながら聞くとして。平次は手早く支度をして。 雅子町の喜三郎と連れ立ちました。その後から八五郎が自分の野草を追っかけるような格好でホクホクとついていったことは言うまでもありません。死んだのは昨夜だが家業が家業だから助かるものなら助けようと一晩手を尽くしたらしいよ。かなわないとなっても娘の返しの後で世間の評判がうるさいからなんとかごまかして弔いを出そうとしたがどっかにそうはいかない。 あの店にいる気違いになった繊細の弟の幸吉とかいう小僧。この前には飛んだ口を出して大脈の新録を助けたが、今度は朝参りかなんかであの家の前を通って俺のうちのトマ松の野郎に内義の死にようが変だから親分に教えてやるがいいと耳打ちをしたんだそうだ。あの小僧がね、それにも訳がありそうだよ。ところでそう聞くとっちは置けないから、飛んで行って嫌がる源流先生を払いのけ、 内衣の死骸を見ると、こいつは紛れもなく毒死だ。うん。毒はなんだか素人の口虎にはわからねえが、顔から胸へまだらになって、舌は真っ黒。あんな薬が、源流先生の薬老の中にはないとは言えねえ。おや、そういううちに一丁目だ。もう一度、嫌な顔をされるか。木三郎と平次と八五郎は、裏へ回って受かって口から、浅い源流の家へ入りました。 奥の一間には、内儀の時代の死骸を見張って、喜三郎の子分の音松が、肩肘張って頑張っております。それは主人の源流夫妻の寝部屋らしく、かなり贅を極めたものですが、平次が気のついたのは、そんな家具や長度の合成さよりも、部屋全体の空気が、なんとなく生めかしく、お食女郎の本部屋といった、癒しさと、物々しさと、そして、色っぽさがあることでした。 内意の時代の死体は巧みに始末して床の上に寝かしてありました。が、顔へかけた晒しを取って、たった一目で、平治はその死に様の尋常でないことを知ったのです。時代はかつて踊り子として相当の共鳴があり、三十四五の大戸島には違いありませんが、乳桜などという形容詞が気の毒なほどの若々しさと、そして不思議な美しさを持った女でした。 それは大白い美しさで、陸の大敗を思わせるものであったにしても、十分に異性の注意を引く魅力があり、その若かりし反生の生活が、どんなに不道徳で、そして病的なものであったかは、その皮膚の色を見ただけでも、想像にあまりあるものがありそうです。眉の跡も新鮮な青さを失って、落ちた小鼻、苦悶に歪んだ唇、目は半眼に釣って、 生きている時の魅力が磨き抜かれ作り出された美しさであっただけに意志を失ったデスマスクの凄さまじさはまことに例えようもありません。独死の証拠は喜三郎が言った通りたった一目で素人にもわかります。口中も胸も改めて見るまでもないほどです。2> 2 親分方、すまないが、私のお願いも聞いていただきたい。主人の浅い玄暗は、平治と木三郎を別室に案内すると、折り入っての膝を前に進めるのでした。内緒話のために用意されたような小部屋で、同じ四畳半でも茶よりは酒にふさわしい作りは、主人の人柄も忍ばれて、妙にくすぐったいものがあります。後でそれは、美しいかかり火と、 おちかのために用意された部屋と聞いて、主人とおちかと、殺された内義の時代との間に、嫌な三角関係のトラブルが醸し出されていたことに思い当たりました。お願いとおっしゃるのは実はな、親分方、私も何とか言われて、文句を張っている医者だが、続けざまに二人の返死人を出しては、世間の思惑はともかく、近く、上様おめこも拝見することになっている。 ご内意に対しても愛すまない。死従前後のいい男、普段の微笑を忘れない流行り医者の玄暗が、この時ばかりはすっかりしおれきっておりました。平次と木三郎はお互いの気を測かりかねて、黙って顔を見合わせました。で、なんとか、このまま何事もなかったとして、家内の弔いを出さしちゃもらえまいか。その代わり、決しいてただとは言わない。 化粧だが、ここに十両ずつ、これで一杯飲んで、何もかも忘れたことにしてくだされば、浅井源流、本当に恩に着るが。今をときめく流行医者の浅井源流、将軍様のおめくまで見ようという、いわば医者としての、現世並ぶ者なき中年男が、膝から畳へ、手を滑らしての懇願です。どうだえ、銭形の。十両に誘惑されたわけでもなかったでしょうが、 木三郎は、ふと断りきれない様子で、平時を帰り見ました。沖野信だが、そいつは乗りませんよ。お医者にはお医者の仕事も見識もあるように、御用聞きにはまた、御用聞きの顔も務めもあります。上様梅くを排する矢先となれば、随分口をつぐんで、御剣士も内々に願う手もあるでしょうが、金づくでやったとあっちゃ、私の顔が収まりません。こいつはそのまま、収めてくださらなきゃ話ができねえ。 平次はそう言って、二つの重量包みを押し返すのでした。その頃の重量は、金の目方にして、ざっと四十問目。容易ならぬ一心証です。すると、銭形の親分、早まっちゃいけません。世間の噂にならねえように、精一杯気をつけてあげるが、調べを打ち切ることは、こちたらの一両権にはいきませんよ。第一、下手人を放っておいた日には、お膝元が、 切り捨てごめんになりますぜ。お嬢さんを刺したのも、ご内儀に毒を持ったのも、どうせ同じ人間の仕業でしょう。そいつが三人目を殺さないとは、一体誰が受け合ってくれるでしょう三人そんなことがあるだろうか、親分。人でも殺そうという野郎は、王尺で馬鹿に決まっていますが。二人まで殺して、一向露見しそうもないとなると、高をくくって、きっと三人目に取りかかります。 平時の予言は猛烈で容赦がありませんでした。あわよくばことなかれ主義でごまかそうとした源流も、口をつぐんで平時の意志に引きずられるほかはありません。ここで下手人を挙げるのは、じって鳥縄の意地ばかりじゃありません。ね、源流先生。あっしのお尋ねすることに、いちいちお答えを願いたいものですが、どうでしょうそれはもう。では第一に、昨夜はおなぎ一人だけで。 のぐとかうとかなすったものはありませんか平時の問いは一発の隙間もなく、とかく逃げ腰の源流にたたみかけます。万飯の後で家内一人であったものというと、いつもの寝酒くらいのもので、寝酒女だてらの寝酒はひどく耳障りです。ご存知の通り、家内は昔勤めをしていた。恥を言わなきゃわからないが、そんなことで酒が身に染みたものか。 夜、床に着く前に、少しばかりの寝酒、と言っても、ほんの五尺か一号だが、それをやらないと、寝つけないようになっていたのだよ。それは、軽度のアルコール中毒でもあったのでしょう。長く有利に暮らした者、酒と不眠と不節制に神経を荒らされた者には、決して珍しいことではありません。で、先生は私は、聖徳の下戸で、酒は嫌いな方だ。 そういえば、それっきりのことですが、内木の時を一人で飲む酒に、猛毒を仕込んだのは言うまでもなく、お勝手の事情に通じたものでなければなりません。3. ところで、あの毒は何でしょうあしも随分、いろいろの毒書は見ましたが、お内木のようなのは初めてです。岩み銀山とか、鳥かぶととか、半明とかいう、 ありきたりの毒とは違ったもののようですが。そう。平治はもう一歩突っ込みます。何番ものの新しい毒と見ましたが、どんなものでしょう先生のところにはあんな毒薬がなきゃならないわけだが。浅い源流はすっかり黙ってしまいました。医者の薬局にはそんな猛毒を蓄えているということは、当時の常識としては許さるべくもないことで、将軍の脈まで見ようという流行り医者にとっては、 用意ならぬことだったのです。ゼリ型の親分、毒も少し用いれば薬になり、薬もたくさん飲めば毒になるということは知っていなさるだろうな。よくそんなことも申しますが、毒も薬も考えようでは同じものだ。私の薬とだなの中に少しは何万トライの毒薬があったところで、それは別に不思議でも何でもないことだ。浅い源流の弁解は苦しそうですが、利口な人間だけに、 とにもかくにも筋になります。その薬となのには、錠前があることでしょうな。ある<悪>錠はどこにあります私の部屋の手箱の中に入れてあるが、その鍵を持ち出せば、誰にでも毒薬は取り出せるわけでしょうな。いや、そんなわけにはいかない。私の部屋から鍵を持ち出せるのは、かないと私だけだ。すると普段入り用の薬は、 百味ランスの方に入っていて、これは誰にでも出せるが、薬と棚の方は私の部屋の手箱から鍵を持ち出さなきゃ開けるわけにいかない。その先生の部屋へそっと入って、鍵を持ち出すわけにはいかないものでしょうかそっと入ると言っても、女どもは大っぴらに入っておるが、おちかとか下女のお金とか。疑えばこの二人が疑えるわけですが、おちかにしてもお金にしても、 そんな大それたことをやりそうもありません。ところで話は変わりますが、おないやは若い頃、勤めをしていられた頃の飾り合いで、今もって広く恨んでいるものなどはなかったでしょうかこれはとんだ失礼なお尋ねですが。平次はもう一歩突っ込んだのです。いや、それは知らない。私のところへ来てもう十年にもなるが、ついそんな話は聞いたこともないくらいだ。まさか十年前の恨みを。 今まで持ち続けているものもなかろうと思うが、これはなるほど、夫の浅い源流の言うことが本当かもわかりません。昨夜来られたお客は、それもなかったはずだ。珍しく静かな晩で、急病人もなく、薬取りも来ず、五つ半九時、頃部屋に落ち着いて、私はお茶を入れ、家内はいつもの寝酒を、埋もれ日で缶をして、五尺くらい飲んだようであったが、急に苦しみだして、 ほびたらしく、とけつした。その時のことを思い出したらしく、浅い源流は、さすがに安全として、眉を垂れます。しかし、聞くことはもうそれでつきました。まさご町の木三郎が、おぎりだけのことを二つ三つ聞いて、主人源流と別れ、第二段の調べに入るために、二人は縁側へ出てくると、ほやぼん、いろいろ、面白いことを聞きましたよ。ガラっパチの八五郎が、 何がい矢後で火事をとって、靴脱ぎの上に泳いでいるのです。なんだえ、大蔵らしく。ちょいとお耳を。平次と木三郎は庭たを突っかけて、それとも八五郎に誘われるまま、植え込みの影、土蔵の横に首を集めました。驚くでしょう近頃は主人の源流先生、おちかと親しくなって、内儀の焼きまちは大変だったそうですよ。あの二人の女は、 昔の芳売には違いないが、どうせ水商売の目がっぱれ。相変わらず口が悪いな、お前は。勘弁してくださいよ。こんな具合に話さないと、弾みがつかないから。まあいい。それからどうした二人は、この二月三月は、口もきかなかったそうですよ。内儀はおちかを追い出そうとしたが、おちかの方は主人の首根っこにかじりついて、てこでも動かず、あべこべに内儀を放り出そうとしていたんだというから、達者なものでしょうそれから、 大脈の新緑は、一月前に殺された、娘のお玉に夢中になっていたように、薬箱持ちの和スが、お地下におぼし飯があるらしく、影のようにつきまとっていたと言うから、この家はまるで化け物屋敷だね。男と女が目の色を変えて、入れ柄れていたんですね。うん、厄介な家風だな。じ広がっているのは、あの小僧の幸吉ですよ。あれは重視になったばかりだが、大人のように気が回りますね。 それっきりかまあ、そんなことで。でも、なんかの足しにはなるでしょう。八五郎は、誠、ま、にいい心持ちそうです。おや、まさご町の兄は平次は、あたりを見回しました。つい、わしがた、向こうの方へ行きましたよ。またなんか、抜けがけの巧妙でも思いついたんでしょう。そんなことが、大好きな方だから。八五郎は、心得たことを言って、にやりとしております。 4。おかってまわると、下女のお金は忙しそうに、おしまいなどをしておりました。42歳の中年者で、亭主に死に分かれて、二度の方向をしているという、いわゆる方向ずれのした、醜い女です。ちょいと聞きたいが、ええ、またしかい少し、相模なまりがありますが、なんとなく、したたかな感じの女でした。 毎晩、おなゆぎさんの寝酒の支度は誰がするんだおなゆぎさんご自分でやりなさるだよ。私やおちかさんには手もつけさせねえ。酒はどこに置いてあるんだ戸棚の中に、などの木一本とかを一生ずつ取り寄せて、それがざっと十0日もあるかね。お金は戸棚を開けて、中の白鳥を出してみせました。振ってみると、未だ少しは残っていそうですが、平イはちょっと匂いを嗅いでみたきり、 念入りに封をして、八五郎に預けました。道具は、直とか、とっくりとか。それも、おいぎさんが、ご自身で始末なさるだが。どこにあるんだそのとっくりの中には、昨夜の飲み残りの酒があったはずだが。今朝は、おいぎさんが死んだことだし、私が始末しようと思ったら、きれいに洗って、流しの向こうに伏せてあったよ。あの通り。お金の差した流しの向こうに、 物にもたれさせて洗ったとくりが一本。逆さまになっている他に赤絵のチョコが一つ。これも洗ったまま板の上に伏せてあるではありませんか。誰がそれを洗ったんだお金は知ってるだろう。平次はさすがに景色ばみます。知ってるわけじゃねえだか。私が朝早くお買ってくると慌ててお買ってから飛び出したものがあるだよ。水でも飲みに来たのかと思ったら昨夜の騒ぎの後で。 奥から下げておいた特利とチョコが、ちゃんと洗って流しの向こうに伏せてあっただ。多分死んだお内儀さんの思いが残って、特利とチョコを洗ってくだすったのかもしれないだよ。ケロリとして、こんなことを言うお金です。この女は、全く、馬鹿か利口か見当もつきません。よしよし。そのチョコと特利を洗ったのはユーロ霊として、今朝、お前が来た時、お勝手から飛び出したというのは誰だいハスケさんですよ。 薬箱持ちの和助が、あの人は近頃どうかしているから、水で顔でも洗いに来たことだんべえと思ってね。お金の言葉は相変わらず人を食っております。ところで、ゆうべおないぎが酒の特里を用意して、しばらくここへ置いたことだろうな。ゆうべだけじゃねえ。いつでもそうなさるだよ。晩の支度の時、白鳥から一合くらいの酒を特里に移して、 チョコを添えて、この台の上へ置いて、晩飯が済んでしばらく経って、部屋へ引き取るとき自分で持って行きなさるだ。その間に、おがって来るのは家中のものは毎晩一度ずつは来ますだよ。先生も、おないぎさんも、おちかさんも、しんろくさんも、わすけさんも、こうきちさんも、それから、離れのご隠居さんも。離れのご隠居は何の用事でこのおがって来るんだおかずの残りをもらいに来なさるがね。気の毒だから私は。 奥で召し上がった残りがあれば、どっさり取っておいてあげますだよ。醜くて正直で、そしてしたたかな魂を持った方向女は妙に離れの隠居に、同情を寄せている様子です。しかし、これは、お金の口から引き出せる話の全部でした。この上は、店の方へでも行ってみようと、ふとあたりを見回すと、そこには、政子町の木三郎は言うまでもなく、八五郎の姿も見えません。 ちょうどそれと気のついたとき、店の方では大変な騒ぎが始まったのです。やろうょうにしあれそれは八五郎の声でした。親分、私じゃありません。私は何にも知りゃあしません。悲鳴を上げるのは薬箱持ちの和スの様子です。平時は飛んで行きました。と、出会い頭、ワ和ケの襟首を掴んだ八五郎と、危うく鉢合わせしそうになって、 廊下の薄暗がりに立ち止まったのです。八、想像しいじゃないが、どうしたんだこの野郎ですよ、親分。内気に毒を持ったのは。八五郎の得意さ。私は何にも知りません。ゼリ型の親分さん、どうぞお助けを願います。お願い。それは三十前後の背の低い不景気な男でした。丈夫そうで油切って三十過ぎまでニキビを持ち越している一人者。 無口で一国で、そのくせ気の弱そうな、一種の劣等感と自分の情欲等を持て余している方の男。その怯え切った姿を、平次は目の前に突きつけられたのです。何にも知らねえ者が、今朝薄暗い台所に忍び込んで、肝心の特利とチョコを洗ったのはどういうわけだあの中には、飲み残りの特徴は、馬でもこせるほど入っていたんだぞ、い。八五郎は、 すっかりいい心持ちそうです。そんなことはしやはしません。ただ、目障りだから、洗ったまでで。そをつきおれ。世の飽ききらないうちに台所を覗いて、特利やチョコを目障りにするからかよお前は。そうまっすぐに北上しろ誰に頼まれて、内気に毒を飲ませた。とんでもない親分。それは、果たしもない争いでした。が、平次は黙って、その争いを見ているばかり。 八五郎の手柄を褒めもせず、和れのためにも、弁じてやろうともしません。親分、こいつは、脳を打ったものでしょうね。八五郎は、もう自分の手柄に投水して、平治の返事を疑ってみようともしない様子です。あじ、それより、ちょいと振り返って、あれを見るがいい。平治は静かに、後ろの方を指しました。五。お そこには正サ町のキザブロウが、おちかに腰縄を打って、ニヤリニヤリと突っ立っているではありませんか。あちらに、気の毒だが、大儀殺しの下手人はこっちだよ。キザブロウの得意な手に、縄尻がピシリとなると、あ、何をするのさ、痛いじゃないか。なんだってこの私を縛るんだえ。あとで縄を解こうったって、無事には解かしゃしないよ。安岡っぴきのくせにしやがって、畜生。 おちかは、そういった女でした。価ち切れ強情で、豊満で色っぽくて。そして、長い間泥水に浸ったあげく、人を人とも思わないような、したたかな修行が積んでいたのです。黙れ、女。お前がない意を毒害した、動きの取れない証拠が上がっているんだ。大きなことを言いたかったら、押し置き台の上に、その綺麗な首を乗っけてから、存分に張り上げるがいい。木三郎も、とより負けてはおりません。 何を殺した証拠馬鹿に押してない。私はいかにも、あの女を殺そうと思ったよ。幾度その気になったか知れやしないが、昨夜という昨夜、誰か知らないが、先をくぐって殺してしまったんだよ。馬鹿。それが白状じゃないが、殺してはお前だ。わからない当変僕だよ。殺そうと思ったことは、幾度あったか知れないが、私がやる前に、他の奴がやったのさ。尺に猿るじゃないか。 もう三日生きていれば、間違いもなく、この私が殺してやったのに。なんというやけな口を聞くんだ。そうまで言うくらいなら、なんだって思い切りよく、私が殺しました、とは言わないんだ。お身には、ご自費があるぞ。ちェ、無実の罪で、首を切られてご自費が聞いて飽きてな。ここにもまた、再現もない争いが展開するのです。それじゃあ自分のしたことを思い出させるように、ここでのおさらいしてやろう。 いいが、キダブロは、それを平時に、聞いてもらいたかったのでしょう。聞いても、受け止まろうじゃないか。お前は近頃、主人と年頃になって、内義と歪み合っていたと言うじゃないか。引っ込んだのは、内義の時代の方だよ。お前はつい十日ばかり前に、毒薬の入っている薬と棚をそっと開けて、中から何番もの恐ろしい毒薬を、盗み出したと言うじゃないか。それを見ていた人は、 二人も三人もあるんだ。どうだ、女。南蛮秘宝、大毒薬は、七味唐辛子の代わりにはならないぜ。内義を殺して、後側に座る気だったに違いあるね。それは、致命的な証拠らしく見えました。知気症、大神野郎の、みそかす新六の付け口だろう。覚えているがいい。でも私は、毒薬は盗んだが、それを使ったわけじゃない。ば、馬鹿なことを言え。本当だよ。 銀と紺の薬大使に包んだまま、五分玉のサンゴと一緒に金着へ入れておいて、口惜しいが、それをどこかへ落としてしまったんだよ。それはもう、五日も前のことだ。すると、どうだろう三日目に、毒薬だけ抜いて、サンゴと小粒は元のまま、金着を私の部屋へ、格子から放り込んだやつがあるじゃないか。それは、万らの嘘とも覚えぬ、筋の通った話でした。その財布は、 今でも私の手文庫の中にあるし、家中に吹調したから、誰でも知っているはずだよ。聞いてみるがいい。毒薬を巾着の中から盗まれた話もか。そんなことを言うものか、バカバカしい。そんな言い訳は暗いぞ。きやがれ。お知らせの砂利を掴んで、もう一度それを繰り返すんだ。お役人がまともにとって、その縄を解いたら、お笑い草だろう。さあ、立て。キザブローは、また縄尻を鳴らすのです。 どっく親分、政子町の親分、お待ちよ。その人は、下手人なんかじゃないぜ。後ろから呼び止めたのは、小僧の高吉、主人源竜の元の内義の弟の、あの、いたずらっ子らしい重視の少年でした。なんだ小僧、また変なことを言いやがると、承知しねえぞ。おっかねえ顔をして睨んだって、驚くもんか。おちさんを縛っていくと、親分が飛んだ恥をかかなきゃならないから。 教えているんだぜ。そのわけを言ってみろ。マ子ゴ町の木三郎も、さすがに無理には立ち去りかねました。小僧高吉の利口さに引きつけられたのと、妙にその自信ありげな調子に、一脈のギグを感じたのです。おちかさんが、薬戸棚を開けて、毒薬を盗んだことは、わすげども新六さんも、おいらも見ていたんだ。銀紙と根紙に包んで、あの戸棚の中にあるのが、 南蛮物の大毒薬と、この家中で知らない者は一人もないよ。高吉の話の真実性に引きずられて、妙にシーンとしてしまいました。ホチカさんと来たら、横着なくせに呑気で、だらしかないんだ。物を盗むところ、大勢の人に見られても、ご本人は一向気がつかないんだよ。その上、毒薬を入れた金着を落としたことも本当なら、その金着は三日目に、 薬だけ抜いて返されたことも本当さ。それに、こいつは一番大事なことだが。昨夜おないぎさんが寝酒の支度をして、それを自分の部屋へ持っていくまでのざっと一時もの間、おちかさんは町内の湯屋で皮がはげるほど磨いていたんだぜ。おちかさんの習いと来た日には、江戸中の評判さ。そいつは本当かザブ三郎もさすがに驚きました。それを聞いている大勢の人の顔には、 幸吉の言葉を肯定する色が、はっきりと現れているのです。誰が嘘なんか吐くものかおいらは、おちかさんを好きじゃないんだ。そのジャラジャラした、お白い厚塗りの顔を見ると、胸がムカムカするよ。でも、下手人でもないのに、正気になっちゃ、かわいそうじゃないか。生意気を言うな。お勝手の戸棚の白鳥の中に、毒の毛があれば、湯へ行く前に入れたかもしれないが、白鳥に残った酒に毒が入っていなきゃ、 おちかさんは、下手人じゃないよ。それは実に、すごいほどの少年の知恵です。キザブ三郎もさすがにそれを、反爆する材料はありません。ワスケが、あの特里と著語を、そっと笑ったことを、お前は知っているが、今まで黙って聞いていた平次は、この時、ようやく口を出しました。知っているよ。ゼニカの親分が、そいつをたぐり出すと、八五郎親分は、慌ててワスケ丼の襟紙を掴んで引き立てたろ。う。 慌て物だね。それはどうした八五郎は目を向きます。どうもしないよ。ワスケドンは、おちかさんに惚れているだけのことさ。おちかさんの方では相手にしないが、そりゃ大変だよ。で、おちかさんが毒薬を盗み出したのを見ているから、おなぎさんが毒害されたとなると、誰でも一応は、おちかさんを疑ってみるだろう。ワスケドンは、夕べ酔いのうちは家にいなかったから、下手人はてっきり。 おちかさんに違いないと思い込んで、それを助けるつもりで、今朝暗いうちに、そっと台所へ行って、特にとチョコを洗ったのだろうよ。ご覧よ、バスケどは,は、半んな大きな図体をしているくせに、子供のように泣いているじゃないか。それは誠に、鮮やかな弁解でした。危ないところを助けられたおちかは、さすがに緊張が解けてぼーっとし、バスケは、さめざめと泣いております。二つ目の死も、 こうして、うやむやに終わり、高吉の賢さに救われて、下手人の疑いを受けた三人は助かりました。が、続いて起こる第三の死は、一体誰が狙われて、誰が縛られることでしょう。浅い源流の一家に降りかかる呪いは、容易ではありません。解決編。一。ほやぶん。 やられましたよ、とうとう三人目が。飛び込んできたのは八五郎でした。それは本郷一丁目の流行り医者。浅井源流の内義が殺されてから五日目、二月もようやく半ば過ぎになったある朝のことです。今度は誰だ銭形平次は、まだ箸を取ったばかりの朝の禅を押しやると、大急ぎで支度に取り掛か,かりながら、言葉せわしく聞き返します。浅井源流の家の不祥事は、 一向に解決しない上に、放っておけばまだ続きそうなので、この間から八五郎にい含めて、それと話に見張らせておいたのが、何の役にも立たなかったわけです。あれ、お前さん追いすがるように、お盆を持ったまま、立ち上がる女房のおしいを抑えて。飯なんか後でいいよ。まさか主人が得られたんじゃあるまいね。もう入り口へ顔を出しておりました。その主人の源流先生が、 手もなく締め殺されているの。今朝になって見つけたんで。八五郎は、はあはあ白い息を吐きながら、額口の汗などを拭いております。そんなことになるだろうと思ったよ。だからお前に見張らせておいたんだが。はい、すみません。二日二晩までは見張りましたが、医者の家にご用聞きが頑張っていられちゃ、体裁が悪いとか何とか言って、いい顔をしないんで。三日目からは朝夕ただ見回って、向こう柳原の巣へ帰ることにしましたよ。 しようがないな。誰が一体お前を邪魔にしたんだあのジャラジャラ落ちかのアで、足が頑張っていちゃ、内義の書なのかもすまないうちから、ジャラつくわけにもいかなかったんでしょう。そんなにジャラジャラするのが、おしんこにも白い目を見せるだけで、相手は、独り者になったいい男の主人、源流ですよ。嫌な女ですね。そんなモンのうちに、平次は支度を整えて、外へ出ました。病人下から、本郷一丁目まで。 八五郎との問答は続きます。そいつは誰が見つけたんだ下宿のお金ですよ。今朝明るくなってから、天堂明家,家に行くと、主人の源流が自分の部屋で普段着のまま首を女のしごきで締められて死んでいるのを見て悲鳴を上げたんだそうですよ。あの丈夫な男がね。いい男だが、カップグもよく力もあり、武芸の一手くらいは知っていそうでしたよ。あの医者を頭を立ちさせずに締め上げるのは、 容易のことじゃありませんね。それのできるのは誰だろう。和スケか新六の他にはありませんね。そんなことを言ううちに、二人は本郷の朝の人通りの中を、浅い源流の門に飛び込みました。おや、ゼリガタの親分。出会い頭、鉢合わせしそうに声をかけたのは、政子町の木三郎でした。政子町の親分か、大変なことになったね。ゼリガタの親分の言った通りだ。 と三人目がやマサた。チョウの喜三郎は事件の重大性に転倒して、平次を迎えに行くつもりで出かけたところだったのです。主人源流の部屋はいっそや内義の時雄が死骸になって横たわっていた部屋で、その奥にはこれも殺された娘のお玉の部屋が続きます。家中の者は姿を見せないようだが、空き家のような不気味な寒弱さに平次は気がつきました。 こ向人は店に、落ち川自分の部屋に追い込んであるよ。それから、あの高慢な小僧の小吉地は、昨夜姉のオナオ、源流の元の内儀で、この家の家付きだが、その半旗違いの姉が死んだそうで、昨夜から土蔵の離れへ行っているが、あの女が死んだのか、海藻に。土蔵の離れに、骨と皮の青白い体を横たえていたオナオは、とうとう死ぬまでヒステリーを講じさせたのでしょう。平時は、 いっそやのことを思い出して、ぞっとした心持ちになります。二。主人の浅い源流の死骸は、まだ始末もせずに、今朝のままに畳の上に転がしてありました。死中そこそこのいい男で、少したくましい感じがあるにしても、色白の坊主頭、弁当が良くて愛嬌があって、申し分のない男ぶりでしたが、こう。 赤いしごきで締め殺された姿を、早春の柔らかい朝日に照らし出されたところは、たるきの化けたのが、みるみる尻尾か何かを出しそうで、一脈の容器と不気味さが漂います。着物は昼のままの好みの木端状。大柄の襟のかかった斑点を引っ掛けて、無抵抗に投げ出した足の先に、日頃そばを離せなかったらしい脇差しが鞘のままと、手軽な舐め物をあしらった全部が、 特里と共に蹴飛ばされ、酒が畳に染み通っているのもあさましい限りです。主人は下戸だったはずだが。平次はちょっと首をひねります。お金に聞いてみよう。マサ町の木三郎はお勝手に飛んでいくと、そこから引っ立てるように、したたか者らしい下女のお金を連れてきました。主人は酒を飲むのが下戸だと言っていたが、 それは平時の最初の問いでした。めったに召し上がりません。でも、夕べはよくよく面白くなかったんでしょう。私を呼んで一本付けさして、尺には及ばないと言って、そこの柱に持たれて、一人で飲んでいらっしゃいました。それは何時だ五つ過ぎでした。隣の部屋へ床を敷いてあげて、お買って来た時、五つ半の日の晩の表紙が鳴っていたようで。お前はそれからどうした 妙に寂しかったんで、お玄関の次の前へ行って、しばらく和助さんや新六さんと無駄話をしました。あそこには大火鉢があるんです。一時ほど経ってから火の始末をして玄関と受かってを閉めて自分の部屋へ帰って休みました。主人の部屋を覗かなかったのがもう来なくてもいいとおっしゃるんです。それに酔いすぎには全く何かあるかわかりはしません。二三日前から。 おちかさんの剣幕が大変でしたから。おちかが何をやったんだお金の何やら、言いたげな語気を抑えて、平次は問いを挟みました。おなぎさんが亡くなると、そのあくる日からも、後釜に据えてくれという講談でしたよ。へえ、しゃな女だね。私はどうせ、おちかさんに嫌われているから、こうなれば、この家にいる気もありませんから、みんないってしまいますが。お金は、 四従女のしたたかさを存分に発揮して、こんなことをぬけぬけと言うのです。もっとも主人が殺されてしまったこの家では、下女のお金がお払い箱になる前に、怪しげなかかり人のお地下の方が放り出されるかもわかりません。うん、いい心上げだ。八五郎は愛の手を入れております。先のおないさんが生きている頃から、先生を取り込んでジョラジョラして、お地下さんは、 どんな約束があったか知らないが、お弔いもすまぬうちから、毎晩先生のところへ押しかけて行って、大変でしたよ。先生はせめて、四十九日が過ぎてからとおっしゃっていた様子でしたが、おちかさんが聞きゃしません。昨夜はとうとう、先生も腹をお立てになって、大変な騒ぎでしたよ。それに、離れにいる先のお内儀のおなおさんも死んだことだし、少しはたしなめと言ったのが、ひどくおちかさんの勘に触った様子で、 おなおさんの臨終の様子を聞きたいが、ええ、本当にお気の毒でした。十年前、捨てたか捨てられたか、先生と別れてからは、あの土蔵を離れに直して、母親のおちさんと弟のき吉さんと一緒に暮らし、ついこの間までは、ふらふらと起き出して外を歩いたり、どうかすると、このおもやにも入ったりしていましたが、昨夜、まだ陸藩そこそこでした。急に行けなくなって、 息を引き取ってしまった様子で。源流先生はその末後に立ち会わなかったのが、平次は急所の問いを挟みました。急の臨場だったそうで、亡くなってから店へ高吉が迎えに来たので、先生も一緒に行ってみた様子ですが、ポ隠居さんはもっての他の腹立ちで、捨てられた夫に死に顔を見せては、メ度ドの触りだからと、入り口からは一足も入れなかったそうです。あの入和そうな、 女隠居のお位置に、それだけの気概のあったのは、妙にみんなの心持ちを浸透させました。それから、ご隠居さんが高吉さんと二人で取りさばいて、早起き屋からお寺様まで掛け合った様子で、ご主人は申すまでもなく、私も新六さんも和助さんも、口を出す暇もありはしません。そんなことで、気がむしゃくしゃなすったのでしょう。竹に立つおちかさんをなだめて引き取らせた後、 ご主人は一人で一杯過ごし、そのままお休みになったこととばかり思っておりました。なめ物を持って一番後で行った時は、床を敷いた隣の部屋との境にある柱に持たれて、苦しそうなお顔で、酒好きを舐めていらっしゃいました。それから、私はあんまり寂しいから、玄関の次の間の店へ行って、新六さん和助さんを相手に話し込み、四つ半頃になって休みましたが、 その間に奥から何か物音が聞こえなかったのが、平次がまた尋ねます。こんなに店とは離れているんですもの。少しくらいのことでは聞こえる通りはありません。ご主人は御用の時はいつでも手を打ちなさることになっております。下女のお金の話はなかなかよく行き届きます。どうかしたら、お近の癒しい美体とその恥を知らない態度に、十年過ぎの女らしい、 激しい憎悪を感じていたのが、はばかるものがなくなって、一んに爆発したのでしょう。三。平時はもう一度、浅い源流の死骸を調べました。喉仏どどの砕けている様子や、大した抵抗もなくやられた様子は、明らかに恐ろしい強力で、後ろから締めたものに違いありません。八。 不思議なことがある、見ろ。え八五郎には残念ながら、その不思議という意味がよくわかりません。死骸の首筋には細引きの跡が残っているが、不思議なことにそれは前の方だけで、後ろには何の跡もないじゃないか。赤い仕置きはその上へ後ろから巻いただけで、締め殺したのは丈夫な細引きだ。それからもう一つ、脇差しのローヌリザの中ほどが、 広く傷んでいるのはどういうわけだええ。柱を見てくれ。畳から三尺ほどの高さだ。そこにも傷があるはずだが、そういえば、後ろ側に傷らしいものがありますね。ところで、これだけのことで、お前はどんなことがあったと思う新六川和助が夜中にろんできて、しめたんじゃおりませんか八五郎は一つの家庭にたどり着きました。 が、平次は頭を振って、それには相槌を打ってくれそうもありません。いや、源流は昼のままの姿だ。着替えもしていない。隣の部屋に敷いたとこを見るがいい。そこには寝た様子もないだろう。ふぅ。食材のろうそくは新しいのをつけたらしいが、ニスンとは燃えていないだろう。下手人は万事思うままに運んだ上、しばらくこの場の様子を人に見せたくなかったので、上がりを吹き消していったのだ。 落ち着き払った癖者だが、そのために一つの証拠を残していった。では、下手人は、ここへ酔いのうちに自由に出入りのできるものですね。下女のお金が店へ行って、新六とワスケと三人、四つ半、十一時、までも話し込んでいたとすると、この三人の他に、誰が一体、源流を殺すでしょう。小僧の高吉は、姉が死んで、土蔵の離れへ行っていた。あとは、 八五郎の推理がそこまでたどり着いたとき。あ、何をするのさ。また私を、どうしようというのだえ。安岡っぴきの癖にしやがって、やたらに人を縛ってどうするんだ。いくまかだてて、おちかの声ががんばしるのです。ええ、太い山だ。しみょうにしよう。死骸の首には、お前のしごきが巻きついているぞ。それはまさご町のギザブロウのしったの声でした。 まさご町の親分が、また抜け駆けだ。八五郎が大下打ちを一つ、高々と鳴らします。下手人が銃の銃まで、おちかと見当をつけると、平次が動き出す前に、一足お先に、その手柄をさらっていくつもりでしょう。あれ、助けて。私じゃないよ。私は何にも知りゃしない。大事な亭主を殺してなるものか。おちかは、恥も外分も忘れた姿で、 辛くも木三郎の手を逃れると、バタバタと縁側を踏み鳴らしながら、平時の羽がいの下に飛び込むのでした。ゼリガタの親分、下手人は間違いなくその女だ。逃がさないように頼むぜ。それに追いすがる木三郎は、まさに山を見ざる漁師です。書道具を蹴飛ばし、障子を跳ね飛ばして、お地下の襟紙に、むずと手がかかります。その時、もやになんか用事があったのが、 ちょこちょこと庭先へ顔を出したのは小僧の幸吉。というよりは先代浅井原作のせがれで、女隠居お市の子、死んだおなおの弟の幸吉でした。あ、政子町の親文、またやっているのか気の毒だが、先生を殺した下手人はその女じゃないよ。幸吉は後ろ手を腰へ貯めて、高慢な。が、めっぽう可愛らしくさえある顔を上げて、こう言うのです。 なんだと、小僧。また余計な口を聞くと勘弁しねえぞ。木三郎は、重ね重ねのことに腹を据えかねて、おちかを抑えたまま目を向きます。余計なことじゃないよ。親分につまらないしくじりをさせたくないから言ってあげるんだ。なんだとまあ、心持ちを落ち着けて聞いておくれよ。マ子町の親分。先生の死骸をよく調べてみるがいい。首には、おちかさんの赤いしごきかなんか巻いてるけれど。 それで殺したのじゃないよ。喉笛には丈夫な細引きの跡はあるだろう。下手人は細引きで締めた後で、おちかさんの仕置きを巻きつけたんだ。そんなことは誰が見たってわかるが、大の男の喉仏が砕けるほど締めているんだぜ。こいつはおちかさんの細腕ではできないことだ。先生は若い時野郎をやったのが自慢で、喉仏がかなり硬くなっていたはずだ。それによ、先生が殺されたのは、 五つ、八時、から五つ半、九時、までの間だ。ろうそくのヘリうでも、それくらいのことはわかるだろうちょうどその時、おちかさんは花れへ来て、死んだオイラの姉さんの世話をしていたんだ。なんだとそれは、思いもよらぬことでした。おちかが花れの仏、教師したおなおに好意を持ったことは、想像を絶したことだったのです。おちかさんは変な人さ。 おいらは大嫌いだよ。でも、この間殺された内義の時雄さんのような悪い人じゃない。離れにいるおいらのおっ母さんや姉さんがかわいそうだからと、時々は、うまいものなどを持ってきてくれたりしたんだ。陰謀で、自堕落なお地下に、そんな面があろうと、誰が気のつくものでしょう。ゆべだって、先生と喧嘩をした後で、プリプリはしていたけれど、そっと離れへやってきて、仏様の世話をしながら、留守番をしてくれたんだ。 この家には誰一人お通夜に来てくれる人もないのに、先生は一人でお酒なんか飲んでいたし、新六丼や和酒丼は玄関の次の間の大火鉢でなんか焼いてポリポリ食いながらお金さんとふざけているんだ。その間、おちかさんだけがみんなに内緒で離れへ来て、おいらがお寺へ、おっかさんが早置屋や荒物屋へ線香やお供え物を買い集めに出かけている間、仏様のとぎをしてくれたんだ。おちかさんは、 そういう人だよ。ねが、いい人なんだね。少年幸吉の面会は、あまりにも鮮やかです。おちかは、木三郎に襟髪を掴まれながら、しくしく泣き出し、肝心の木三郎自身も、その名札を覆しかねて、目を白黒するばかりでした。小僧、それは本当か本当におちかは、離れにいっていたのかおっかさんも知っているよ。呼んでくるから、聞いてみるがいい。 待て待て、孔吉。平次は少し慌て気味に飛び出そうとする少年を呼び止めました。四。孔吉の言うのはみんな本当だよ。落ちかには罪はない。平次は思いもよらぬことを言うのです。それは本気だ言うのが銭形の親分。木三郎の手は、 ようやく、お地下の襟神から離れました。源流を殺したのは、新緑でも、和助でも、お金でもお地下でもない。どう女や子供じゃあるめ、ね、え。喉仏を砕くほどの強力で締めるのは。木三郎は、今頃ようやく、孔吉の指摘した点にたどり着きました。だが、平次は頭から、それを否定していくのです。いや、下手人はいたって非力なものだよ。多分女だろう。 主人の源流が少し焼け気味で普段たしなまない酒を過ごし柱に持たれてくらりくらりと居眠りをしていたことだろうその時後ろからそっと近寄った下主人は丈夫な細引きを用意してそっと源流の首に回し柱に巻きつけて後ろから締め上げた源流は目を覚ましたが柱を背負ったまま締められては少しくらい腕に覚えがあってもどうすることもできないその上柱と一緒に 首を締めた細引きの罠に、そばにあった源流の脇差しを、さ後とねじ込んで締め上げたのだろう。柱と、ローヌりザに傷のついたのはそのためだ。みんな、口をつぐんでしまいました。それは、恐ろしい想像の飛躍ですが、あたりの様子や、いくつか揃っている証拠の手前、もはや、異論の盾うはありません。三人殺しの下手人は女だ。最初、娘のお玉が殺された時、 窓の外をきれいに履いてあったが、あの乾いた土の上に、女下たの足跡があったに違いない。一ヶ月も前のことだが、その窓の下を履いたのは、ご隠居のお市さんと、下女のお金だということであった。お金を呼んでくるがいい、八。へ八五郎は、すっ飛んで行きました。お玉の傷は、下から突き上げて、火の像から真の像を破ったと、孔吉が言ったはずだ。 窓に持たれている娘をそんな具合に突き上げるには、畳の上に仰向けに転がるか、窓の外からつくほかはない。畳の上に仰向けに転がってやれば、全身に怪り血を浴びるはずだ。癖者は間違いもなく、窓の外からついたのだ。平時の名札は、糸を操るように、紛れのない一本道をこうたどるのです。ほやぶん、あの時窓の外には、 確かに女下手らしい足跡があったそうですよ。朝になって庭を履くものがないから、お金が放棄を持って行ったときは、離れのご隠居がもう半分以上履いていたんですって。八五郎の先走った報告の後から、下女のお金も同じことを言ってついてくるのでした。お金、もう一つ聞くが、大義の殺された分、おがって女が入らなかったが、内からでも外からでもいい。平時の問いは、 ひたひたと、革新に迫っていきます。来ましたよ。そういえば、あなのご隠居が、おなおが見えなかったかって、あの人は気が変になっているから、時々ふらふらと飛び出すんです。お前が勝手にいるとき、ご隠居が、お勝手口へ顔を出したのかいえ、店へ行って無駄話をして、お勝手へ帰ってくると、ご隠居さんが、お勝手でうろうろしておりました。お彼の話は、恐ろしい暗示でした。 あらゆる機会を狙っていたマサゴチのキザブロは、ここまで聞くと、もうそろそろ、出動の用意をしているのです。その時、ふいに、待ってください、マサゴチの親分。お玉さんはじめ、三人を殺した消し人は、おいらだよ。この、幸吉だよ。キザブロの袖、バッタのように飛びついたのは、新緑を救い、和スを救い、そして二度までも、お地かを救った少年幸吉ではありませんか 何を小僧め、邪魔だ、逃れないか、下手人が女だ。お前なんかの知ったことじゃねえ。木三郎はそれを一変に跳ね飛ばそうとしましたが、高吉の腕は鶴草のように絡みついて、ずるずると庭の上を引きずられるのです。いや、ほいらだ。三人を殺したのは、ホイラに違いない。お玉さんを窓の外から突き上げたのも、特里へ毒を放り込んだのも、先生の首を柱の後ろから締めたのも、 どかやろう。さすがに、キザブロも迷った様子です。誰が嘘を言うものか。さあ、縛ってくれ。この小吉を、縛ってくれ。小吉は、泥と涙に、半々たる顔を振り上げて、キザブロの足に絡みつくのです。よしよし、それほど縛られたきゃ、縛ってやろう。懐から繰り出す鳥名は、小吉の腕に巻きつくのを、後ろからそっと押さえたのは、女の手でした。 おやぶん、私を縛ってください。その子は、私を助けたさに、そんなことを言ってるのです。三人を殺したのは、この私の他に、あるわけはありません。キザブロウは驚いて振り向きました。そこには、近々とる老女お一の涙に濡れた深刻な顔があったのです。なんだと八五郎も、つい草履を突っかけて、庭に飛び降ります。事件の不思議な展開にも、 さして驚く様子もなく、縁側に片膝立てて見守っているのはゼ銭形平時だけでした。五。お市の顔は恐ろしい悲嘆と突き詰めた諦めに青白く引き締まっておりましたが、さすがに昔の美しさが匂って、五十六歳とは思えぬしっかりしたものでした。木綿者らしい貧しい布子。 脂気のないごま塩の頭、不潔らしさはないにしても、なんというすさまじい身なりでしょう。品の良さと人にくだらぬ自尊心がなかったら、それは誰が見ても名医、浅井原作の連れ合いで、流行り医者、浅井源流の隠居とは受け取れない姿です。娘のおなおも、昨夜息を引き取りました。十三年の長い長い苦労、親子二人の観覧も、 これで、おしまいになったわけでございます。もう、思い残すこともございません。銭形の親分様、ほなおの弔いから、高吉の身の上、ご迷惑でも、よろしきように、おし図願います。めいるような声でした。お市は、平時の方に向かって、庭石の上に、膝を折るのです。源流は、評判の良い流行り者ではございましたが、彼れは、 堀のような人間でございます。私の夫、原作に取り入り、娘の女を騙して養子に入り、夫原作の死んだ後は、この浅い家の株から家から、へっついの下の灰までも自分のものにした上、三年経たないうちに、あの踊り子上がりの時代という女を引き入れ、同じ屋根の下で、人も投げに振る舞ったのでございます。夫原作が死んだのも、 今から考えると、収録のためとは申しましたが、ついこの間死んだ、時代とそっくりの死に様でございました。乱番者の毒薬を秘蔵していた源流が、養父の晩酌に採をしなかったとは、誰が言い切れるものでしょう。でも、それはもう十何年前のことでございますが、自分の精細、私の娘のおなおを気違いにした仕打ちは、 どうにも諦めきれません。私は、狂いまわる娘をなだめて、土蔵の離れを直し、末の子の高吉と三人、そこに住むことにいたしました。その暮らしの料理、源流が出してくれた金はたった一両。一ヶ月に一両ではなく、年に一両でございます。近頃は、私のものも、娘のものもだいぶ売り尽くして、明日の米にも困っております。 食事に不足があるなら、お買って得もらいに来いと申します。私ども三人は、犬か猫のように、源流夫婦や奉公人の食い荒らした残り物で、細々と命をつなぐ他はございませんでした。老女の涙は、痩せた方を洗って、荒き切った大地を濡らしました。その上、この子、ハサイ家の一粒種の男の子幸吉は、 やとい人よりもひどい目に遭い、朝から晩まで追い回されて、一文の手当ももらってはおりません。それを見せつけられている母の私が、餓死するまでも黙っていなければならなかったでしょうか。源流の娘で、この浅い家を横取りしようとしている不義のこのお玉。私の娘の女を、狂いじにさせるほどの目に遭わせた時よ。それに、夫の仇の源流を、 この私の手で殺したのは無理でしょうかさあ、お縄を。マ子ゴの親分。私を縛ってください。さあ。お市は大地に膝をついたまま、木三郎の足元にすり寄るのです。待った、マ子ゴの。平次は縁側の上から声をかけました。なんだい、ゼリガタの親分。 縛っちゃいけない。みんな間違いだらけだ。三人を殺したのは、高吉でもなきゃ、そのご隠居でもないよ。平次の言葉は、あまりにも意外でした。誰だい他に三人を殺しそうなのはいないじゃないか。俺も、それで迷っていたんだ。が、さっきお金の言ったことで、ようやく分かったような気がするよ。お金の言ったこと死んだおなおさんは、 時々ふらふら歩くと言った。この母屋へも何かに引かされるようにふらふらと入ってきたに違いない。ご隠居がそれを心配して、お内ぎの殺された晩もこの母屋のお勝手口へ探しに来たはずだ。おなおさんはぐるいの一心で脇差しを持ち出して窓の外からお玉をついたに相いあるまい。ある朝、乾いた土の上に女の足跡らしいのを見つけて、 ご隠居はびっくりして、それを吐いたのだ。自分の足跡なら、夜のうちに始末をするし、朝になってやるにしても、お金などに見つけられる前に吐くはずだ。女隠居のお市は顔を上げました。感謝とも、疑惑とも、不満とも、言いようのない表情です。毒薬のことも、先の内儀のおなおさんが、一番よく知っていたことだろう。おちかの紙入れを拾って、 その中から毒薬を取り出し、あの晩、そっとお勝手に忍び込んで、時代の晩酌のところに放り込んだに違いあるまい。それと生き違いに、ご隠居がお勝手て探しに来たのだろう。木三郎と八五郎の顔には、妙に割り切れない不満がありました。生き違いが、そんな行き届いたことをするはずはないと思うだろうが、生き違いだからこそ、そんな細かいことが、何の恐れもなくできたのだ。 死ぬほどのやきもちで気が変になり、十年も人を恨み続けている女が、どんな大胆不敵なことをするか。こいつは男にはわからないことだが、大方の見当はつくだろう。それは、まさにその通りでした。ヒステリーのひどい女の洞察力と大胆さと、その最新の計画力は、ここに改めて証明するまでもないことです。だが、 主人の源流を殺したのは誰だあの地獄には、離れの病人は、もう死んでいたんだぜ。木三郎は突如として、最後の、そして一番重大な疑いを投げかけたのです。それはもっともだ。が、幽霊だって人を殺すよ。それほど思い詰めた恨みだ。一番の目当ての源流。自分たちを死ぬほどの目に合わせた白状男、許しておくものか。 幽霊かい銭形の。俺はそう思うよ。嘘だと思ったら、死体を縛って、お知らせへ据えてみるが。それより旦那寺の王将に聞いてみるがいい。ちょうど、離れでお経をあげている様子だ。驚き呆れる木三郎や、涙に狂る,るお一親子を残して、銭形平次は、さっさと引き上げて行くのです。ほやぶん。 親分たら、それでいいんですか親分。おそれを追って八頃、難外顎が、そのざまに、春の風をかき分けます。親分、あの、浅井源流一家の三人殺しは、本当に繊細なおのおのお仕業ですか事件が落着して、女隠居の一と、その子の幸吉は、浅井家の母屋に入り、大臣も下女もことごとく入れ替えて、 やれこれで安心となった時、それまで世話をして運んだ平次に、八五郎はまだ胸の中にもやもやと残る疑問をぶちまけたのでした。多分そうだろうよ。おなおでなきゃ母親のお市だが、お市は利口な女だから、そんなことはしなかったろう。孔吉はあれは賢い小僧だよ。でも、まだ分別が足りないから、自分の姉や母親に疑いがかかるとも知らず、新六や、 ワスケやオチカを助けてやったのだ。もっとも、時を殺したのは、源流の仕業だと思った様子だ。ワスケやオチカを助けてやれば、自然疑いは源流の方へ向くと思ったのだが、それは大変な見当違いだった。平次は事件を振り返ってみて、こまと反すするのです。その源流を殺したのは、本当に幽霊でバカだな。 でも、親分は、そう言ったじゃありませんか。アドバンのことを、もう一度思い出してみるがいい。おなおが死んだのは、六半頃で、おちかが行って、仏様の都ぎをしたのは、五つから四つまでの間だ。その間に、孔吉と母親のお市は、お寺や早岡屋へ行っているし、供え物も買ってきている。ふぅ。娘おなおが、恨みを飲んで死んだ。母親はその後で、誰も世話をするものもなく、 娘の弔いの支度に涙を流しながら夜の街を飛んで歩いている。五十六の年寄りだよ。その隠居が何か、食題かコールか知らないが、そんなものをかりに、表へ入っていったとする。ふと奥の部屋で憎い養子の源流が、酒に酔って柱にもたれて居眠りしているのを見たとしたら、どんなものだ八五郎の鼻の下は長くなります。お市は、 年はとっているが、利口でかち気な女だ。ふとそれを見ると、あんなにこの男を恨んで、十年口違いにされた上、たった今、死んだ娘のことを思い出して、ふらふらと。まあいい。親分、わかった。幽霊が浅い源流という、白状な流行り医者を殺したに、そう言いありません。いきなり立ち上がった八五郎は、両手を胸のあたりに泳がせて、 恨しやのの型をしして見せるのでした。よしよし、そこまで分かれば結構だ。が、滅多な口を聞くなよ。あの女隠居はすっかり元気を取り戻して、孔吉を一人前の医者に仕立てることばかり楽しみにしている様子だ。先々代の浅い原作も良い後取りができるだろう。平次はそう言って、例の貧しいタバコ本を清せるのです。 ご視聴ありがとうございました。中編ゼネ平次取物控え。三つの詩。これにて読み終わりでございます。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。いいねもよろしく。